原田堺心は、日本の造園家。特定非営利、活動法人日本ガル展協会会長。社団法人日本経営士改正会員。社団法人日本建築学会正会員。福岡県福岡市生まれ。捜査婚に、フランス文学、松下慶一に、政治学を学ぶ。法政大学卒業。人間行動研究会代表として、企業で働く。 人々の心と行動を研究。25年にわたり丸の内、日本工業クラブにおいて、月例会を主催、月刊誌、HB 県リポートを発行。1970から95年、中国各地、東南アジア、中央アジア、アメリカのほか東欧、北欧をはじめヨーロッパなど世界各地を調査研究。特に、シルクロード、 中国へは十数回調査観光。日本庭園学会生会員。1986年、日本建築学会のメンバーとして、ブルガリア世界建築学会に出席。韓国庭園学会会員として、韓国庭園の調査研究にも携わっている。日本国中の社寺庭園の調査研究と、沖縄、石垣島の作法師や福岡の庭園の調査に従事。 1996年にオーストリア連邦国ウィーン・シェーンブルン宮殿で次女山田孝恵が日本庭園を発見したことをきっかけに修復調査事業を始める。特定非営利活動法人日本ガル展協会をこのプロジェクトを契機に設立して NPO 団体として認証を受ける。シェーンブルン宮殿内日本庭園の修復に加えて日本の枯れ山水 茶庭の二つの庭園を両脇に策定し、シェーンブルン宮殿日本庭園として1999年に開園した。1999年5月に行われた開園式では、シェーンブルン宮殿日本庭園、修復事業実行委員長の香取康恵元大使を、はじめ、高島優秀大使、黒川剛元大使、矢田部敦彦元大使、 青木州西日本新聞会長や佐久間厚氏、朝日新聞元委員支局長、モルタラー・オーストリア農業大臣、国会議長らなど、両国の多くの方のご出席を得て、フィッシャー、コレブリー・オーストリア庭園局長と、原田栄新会長の挨拶で行われた。なぜ、ハップスブルグ帝国の離宮に、誰が、いつ、どのようにして、庭園を作ったのかに迫ったテレビ番組、 NHKBS 地球に乾杯で、蘇った日本庭園の謎、ウィンシェーエンブルン宮殿が1999年を、月23日に放送された。フランツ・フェルディナント皇太子が、日本訪問から帰国後、エウムラウフとオーストリア局長率いる、庭師たちが1913年のイギリスでの国際庭園展示会で、日本庭園を見て、ジャポニズムの影響で、 ヨーロッパにない庭園であるという感動をもとに造援させたもので、オーストリア・ハンガリー帝国崩壊後は、多くの庭師たちも、世界大戦に参戦、戦死し、庭園は荒廃して、忘れられ、アルペンガルテンと呼ばれるようになった。この番組は、好評を博し、NHK 総合放送、地球に、好奇心でも放送された。その後、ウィーン大学日本学研究所前に、 青海派庭園を、キャンバスを大会とし、青海派の流れを、京都の白川さで囲み、金閣寺垣で海に浮かぶ船の形にし、平和の国、日本岸に見立てた庭園を策定した。海に囲まれた海国の日本岸が、日本文化を満載して、七つの海を渡り、ヨーロッパ大陸に位置する、海のないウィーン大学の芝生のキャンバスに、平和を願い、ただいま到着したと構想のである。 さらに、数年後、日本庭園に関心を持つウィーン大学の学生からの要請があり、どんなイメージで策定されたのかを含めて、日本庭園とはどんなものかの集中講義を行うことになり、実地での補修作業も行った。ありがとうございます。